こんにちは、古川哲也です。今日は剛柔流の基本と指定型について、私が経験してきたことをご紹介いたします。先輩、精パイのポイントをご紹介します。四股立ち、肘当ての際、肘の高さが高くなったり、手が一直線になりやすいです。ここのポイントは、打つ方の右手ではなく、支えてある左肘をしっかり落とすことです。次のポイントは、四股立ち下段払いです。どうしても、早く移動しようとすると、腰がリードし、上半身が残ってしまいます。若干、後頭部を後ろ方向にリードさせます。次のポイントは、前蹴りからの裏突きです。この際、前蹴りと裏突きがバラバラになると技が決まりません。決めるポイントは、前蹴りの引き足、そして体を残しておいて、体の回転を利用して突きに技を決めます。